次にに玉参考人にお願いいたします、はいえっと、私は東京大学アイソトープ総合センター長の児玉ですが、3月15日に大変に驚愕いたしました、私ども、東京大学には27箇所のアイソトープセンターがあり、放射線の防護とその除染などの責任を負っております、それで私自身は内科の医者でして、東大病院の放射線施設の除染などにずっと、まあ、数十年かかっております。 3月15日に、まずここの図にちょっと書いてあるんですが、われわれ最初にまず午前9時ごろ、東海村で5マイクロシーベルトという線量を経験しまして、それを第1十,十条通報という文科省に直ちに通報いたしました、その後東京で0.5マイクロシーベルトを超えるその線量が検出されました、これは一過性に下がりまして、次に3月21日に東京で雨が降り、0.2マイクロシーベルト等の線量が降下し、 これが今日至るまで高い線量の原因になっていると思っています。それでこの時に枝野官房長官が差し当たり健康にあまり問題はないということをおっしゃいましたが、私はその時に実際にこれは大変なことになると思いました。なぜかというと、現行の放射線の障害防止法というのは、高い線量の放射性物質が少しあるものを処理することを前提にしています。この時は、総量はあまり問題ではなくて、個々の濃度が問題になります。 ところが、今回の福島原発の事故というのは、100キロメートル圏で5マイクロシーベルト。200キロメートル圏で0.5マイクロシーベルト。さらにそれは超えて、足柄から静岡のお茶まで及んでいることは、今日皆さん全てがご存知のとおりであります。我々が放射線障害を見るときには、総量を見ます。 それでは東京電力と政府は一体今回の福島原発の総量がどれくらいであるかはっきりした報告は全くされておりませんそこで私どもはアイソトップセンターのいろいろな知識をもとに計算してみますとまず熱量からの計算では広島原爆の29.6個分に相当するものが漏出しておりますウラン換算では 二十個分のものが露出していると換算されます。さらに恐るべきことには、これまでの知見で原爆による放射線の残存量と。原発から放出されたものの放射線の残存量は一年に経って。原爆が十分の一になるのに対して、原発、あ、すみません。原爆は千分の一程度に低下するのに対して。原発からの放射線汚染物は十分の一程度にしかならない。つまり、今回の福島原発の問題は。 チェルノブイリと同様、原爆数十個分に相当する量と、原爆汚染よりもずっと多量の残存物を放出したということが、まず考える全体になります。そうしますと、われわれシステム生物学というシステム論的にものを見るやり方でやってるんですが、現行の総量が少ない場合には、ある人にかかる濃度だけを見ればいいです。しかしながら、総量が非常に膨大にありますと、これは粒子です。 粒子の拡散というのは非線形という科学になりまして、われわれの流体力学の計算でも最も難しいことになりますが、核燃料というのは、要するに砂粒みたいなものが合成樹脂みたいなものの中に埋め込まれております。これがメルトダウンして放出するとなると、細かい粒子がたくさん放出されるようになります。そうしたものが出てまいりますと、どういうことが起こるかというのが、今回の稲わらの問題です。例えば岩手の藤原町では稲、稲わら5万7000ベクレルプロキログラム。 宮城県の大崎1万7000ベクレルプロキログラム、南相馬市10万6000プロキログラム、白河市9万7000プロキログラム、岩手6万4000プロキログラムということで、この数値というのは決して同心円状にもいかない、どこでどういうふうに落ちているかは、そのときの天候、それからその物質が例えば水を吸い上げたかどうか、それで今回の場合も、私、南相馬、毎週末、700キロメートル行って、東大のアイソトープセンター、現在まで7回の除染をやっておりますが、 南相馬に最初行ったときには一台の NAI カウンターしかありません。農林省が通達を出したという三月十九日には食料も水もガソリンも付きようとして南相馬市長が通説な訴えをウェブに流したのは広く知られているところであります。そのような事態の中で通達一枚出しても誰も見ることができないし誰も知ることができません。稲わらがそのような危険な状態にあるということは全く農家は認識されていない。 農家は飼料を外国から買って何十万という負担を負って、さらに牛にある水は実際に自分たちと同じ地下水を与えるようにその日から変えています。そうすると、われわれが見るのは何をやらなければいけないかというと、まず汚センチで徹底した測定ができるようにするということを保証しなくてはいけません。われわれが五月下旬に行ったときに、先ほど申し上げたように一台しか南相馬になかったというけど、実際には米軍から二十台の。 個人戦略系は来ていました。しかし、その英文の改正書を市役所の教育委員会で分かんなくて、我々行って教えてあげて、実際に使い出して、初めて20個の測定法というのができるようになっている。これが現地の状況です。そして、先ほどから食品検査と言われてますが、ゲルマニウムカウンターというのでなしに、今日ではもっとイメージングベースの測定器というのが、はるかにたくさん半導体で開発されています。なぜ政府はそれを全面的に応用して、やろうとして、全国に作るためにお金を使わないのか。 三か月経って、そのようなことが全く行われていないことに、私は満身の怒りを表明します。第二番目です。私の専門は、えー、いわゆる、小渕総理の時から、内閣府のまあ抗体薬品の責任者でして、今日では、えー、最先端研究支援というので、30億円をかけて、抗体薬品にアイソトープをつけて、がんの治療にやる。すなわち、人間の体の中にアイソトープを打ち込むという仕事が私の仕事ですから、内部被爆問題に関して一番必死に研究しております。 そこで内部被曝がどのように落ちるかという問題を説明させていただきます内部被曝というのの一番大きい問題は癌です癌が,がなぜ起こるかというと DNA の切断を行いますただしご存知の通り DNA というのは二重螺旋ですから二重螺旋のときには非常に安定的ですこれが細胞分裂をするときは二重螺旋が1本になって2倍になり4本になりますこの過程のところがものすごく危険ですそのために妊婦の胎児それから幼い子供 成長期の増殖の盛んな細胞に対しては、放射線障害は非常な危険を持ちます。さらに、大人においても、増殖の盛んな細胞、例えば放射性物質を与えると、髪の毛、それから貧血、それから腸管上皮の、これらはいずれも増殖分裂の盛んな細胞でして、そういうところが放射線障害の色歯になります。それで、私どもが内部に与えた場合に、具体的に起こるので知っている事例を挙げます。これは 実際にはですね一つの遺伝子の変異ではがんは起こりません最初の放射線のヒットの起こった後にもう一個の別の要因でがんの変異が起こるということこれはドライバーミューテーションとかパッセンジャーミューテーションとか細かいことになりますがそれはえっと参考の文献は後ろにつけてありますのでそれは後でチェルノブイリンの場合やセシウムの場合を上げてありますのでそれを見ていただきますがまず一番有名なのはアルファ線です フルトニウムを飲んでも大丈夫という東大教授がいるというのを聞いて私びっくりしましたが、アルファ線は最も危険な物質であります。それはトロトラスト肝障害という格好で、私ども肝臓医はすごくよく知っております。要するに内部被曝というのは先ほどから一般的に何ミリシーベルトという形で言われてますが、そういうものは全く意味がありません。I131 は甲状腺に集まります。トロトラストは肝臓に集まります。セシウムは尿管上皮、膀胱に集まります。 これらの体内の集積点を見なければ、全身をいくらホールボディースキャンに入っても全く意味がありません。トロトラストの場合の、このちょっと小さい数字なんで、大きい方は後で見てほしいんですが、これは実際にトロトラストというのは造影剤でして、1890年からドイツで用いられ、1930年頃から日本でも用いられましたが、その後、20から30年経つと、肝臓がんが25%から30%に起こるということが分かってまいりました。 最初のが出てくるまで20年というのはなぜかというと、最初にこのトロトラストアルファ線各種なんですが、アルファ線は近隣の細胞を障害します。そのときに一番やられるのは P53 という遺伝子です。我々は今、ゲノム科学というので、人の遺伝子を全部配列していますが、一人の人間と別の人間はだたい300万箇所違います。 ですから人間を同じとしてやるような処理は、今日では全く意味がありません、いわゆるパーソナライズドメディスンと言われるやり方で、放射線の内部障害を見るときにも、どの遺伝子がやられて、どういうふうな変化が起こっているかということを見ることが原則的な考え方として大事です。トロットタストの場合は、第1段階では P53 遺伝子がやられて、それに続く第2、第3の変異が起こるのが20から30年後かかり、そこで肝臓がんや白血病が起こってくるということが証明されております。 次に、要素131。これは、要素はご存知のとおり、甲状腺に集まりますが、甲状腺への集積は、成長期の甲状腺形成期が最も特徴的であり、承認に起こります。しかしながら、1991年に最初、ウクライナの学者が、甲状腺がが多発しているというときに、日本やアメリカの研究者は、ネイチャーに、これは因果関係がわからないということを投稿しております。なぜそういったかというと、1986年以前のデータがないから、 統計学的に優位だということを言えないということです。しかし、統計学的に優位ということが分かったのは、先ほども長崎先生からお話がありましたが、二十年後です。二十年後に何が分かったかというと、八十六年から起こったピークが消えたために、これは過去のデータがなくても、因果関係があるということがエビデンスになった。いわゆるですから、疫学的な証明というのは、非常に難しくて、全部の事例が終わるまで、大体証明できないです。ですから、今我々に求められている、子供のを守ると。 いう観点からら全く違った方法が求められますそこで今行われているのは、ここには国立のバイオアスセ研究センターという化学物質の効果を見る福島正治先生という方がずっとチェルノブイリの尿路系に集まるものを検討されていました福島先生たちがウクライナの医師と相談集めて、500例以上の,この前立腺肥大のときに手術をしますと、その膀胱も取れてきます。ここれを見ましして検索したところ 高濃度汚染地区、尿中に6ベクレルパーリッターという微量ですが、その地域では、P53 の変異が非常に増えていて、しかも、その増殖性の全がん状態、われわれから見ますと、P38 というマプキラーゼと、それから n f カッパー b というシグナルが活性化されているんですが、それによる増殖性の膀胱炎というのが頻発でありまして、かなりの率にもう上皮内のがんができているということが報告されております。 それで、この量に愕然といたしましたのは、福島の母親の母乳から2から13ベクレル、7名で検出されているということが、すでに報告されていることであります。次のページをお願いします。われわれアイソトープ総合センターでは、現在まで毎週700キロメーター、大体1回4人ずつの所員を派遣しまして、南相馬市の除染に協力しております。 南相馬でも起こっていることは全くそうでして二十キロ三十キロというか分け方が全然意味がなくてその幼稚園ごとに細かく測っていかないと全然だめですそれで現在二十キロから三十キロ圏にバスを立てて千七百人の子どもが行っていますが実際には避難その南相馬で中心地区は海側で学校の七割は比較的線量が低いですところが三十キロ以前の飯舘村に近い方の学校にスクールバスで毎日百万円かけて子どもが強制的に 移動させられています。このような事態は一刻も早くやめさせてください。今、その一番の障害になっているのは、強制避難でないと保証しないと、その参議院のこの前の委員会で、当時の東電の清水社長と海江田経済産業大臣がそういう答弁を行っておりますが、これは分けてください。保証問題とこの線引きの問題と子どもの問題は直ちに分けてください。子どもを守るために全力を尽くすことをぜひお願いします。それからもう一つは、現地でやっていますと、 除染というの,のの緊急避難的除染と、恒久的除染をはっきり分けて考えていただきたい。緊急避難的除染をわれわれもかなりやっております、例えばここの図表に出ております、この滑り台の下、滑り台の下はちっちゃい子が手をつくところですが、この滑り台に雨水がざーっと流れてきますと、毎回濃縮します、右側と左側とずれがあって、片側に集まっていますと、平均線量1マイクロのところだと、10マイクロ以上の線量が出てきます、それでこういうところの除染は緊急にどんどんやらなくてはいけません。 それからこうさまざまな苔が生えているような雨どいの下、これも実際に子供が手をついたりしているところなんですが、そういうところは、例えばですね、高圧洗浄機を持っていって、苔を払うと、この2マイクロシーベルトが0.5マイクロシーベルトまでなります、だけれども、0.5マイクロシーベルト以下にするのは非常に難しいです。 それは建物すべて、樹木すべて、地域すべてが汚染されていますと、空間線量として、一箇所だけは洗っても全体をやることは非常に難しいです。ですから、除染を本当にやるというときに、一体どれくらいの問題がかかり、どれくらいのコストがかかるかということを、遺体、遺病の一例で挙げますと、カドミウム汚染地域、大体たい三千ヘクタールなんですが、そのうち千五百ヘクタールまで、現在、除染の国費が八千億円投入されています。 もしこの1000倍ということになれば、一体どれほどの国費の投入が必要になるのか。ですから私は4つのことを緊急に提案したいと思います。第一番目に、国策として食品、土壌、水を、日本が持っているです、ね、最新鋭のイメージングやなんかを用いた機器を用いて、もう半導体のイメージ化は簡単です。イメージ化にして流れ作業にして、このシャッとしていってやるということでの最新鋭の機器を投入して、抜本的に改善してください。 これは今の日本の科学技術力で全く可能です。2番目、緊急に子どもの被ばくを減少させるために、新しい法律を制定してください。私のやっている、現在やっているのは、すべて法律違反です。現在の障害防止法では、各施設で扱える放射線量、各種などは決められています。東大の27の,そのいろんなセンターを動員して、現在、南相馬などの支援を行っていますが、多くの施設は、セシウムの使用権限なんか得てよりません。 車でで運搬すす。るのも違反ですしかしながらお母さんや先生たちに高線量のものを渡してくるわけにはいきませんから今の東大の女性では全てのものをドラム缶に詰めて東京へ持って帰ってきております受け入れも法律違反全て法律違反ですこのような状態を放置しているのは国会の責任であります全国には例えば国立大学のアイソトップセンターというのはゲルマニウムをはじめ最新鋭の機種を持っているところがたくさんいます 国民の総力を挙げて、子供が守れるでしょうか。これは国会の完全なる怠慢であります。第三番目、国策として、土壌汚染を除染する技術を民間の力を結集してください。これは、例えば、東レだとか、クリタだとか、さまざまな化学メーカー。に、必要だ、テクノだとか、アトックスというような放射線除去メーカー。それから、竹中工務店なんか、さまざまなところは放射線の除染などに対して、さまざまなノウハウを持っています。こういうものを結集して、現地に、単地に除染研究センターを作って。 実際に何十兆円という国費がかかるのを今だと利権絡みの公共事業になりかねない危惧を私すごく持っております。国の財政事業を考えたらそんな余裕は一瞬はありません。どうやって助戦を本当にやるか。7万人の人が自宅を離れてさまよっているときに国会は一体何をやっているのですか。以上です。